スモッグ。スモッグとは、大気中に大気汚染物質が浮遊しているため周囲の見通し、視程が低下している状態を指す言葉であり、高濃度の大気汚染の一種である。スモーク、煙とフォッグ、霧を合成したカバン語である。1905年にイギリスロンドンの医師 H.A. デ・ボーがロンドンの汚れた空気に対して用いたのが最初とされる。デ・ボーは後の1911年マンチェスターで行われた煙の汚染に関する会議において1909年秋に1000人以上が死亡したグラスゴーとエディンバラの汚染に対してもスモッグの語を用い、これをきっかけとしてスモッグの語が広まったとされている。スモッグと煙霧は似ているが同一ではない。スモッグは大気汚染により視程が低下している状態、煙霧は乾いた微粒子により視程が低下している状態を言い、定義の範囲が重複しているがずれている。例えば、霧を伴うスモッグは煙霧ではない、霧やもやとなるが、霧を伴わないスモッグは煙霧である。また、煙霧は大気汚染以外に、砂塵、黄砂など、や火山灰などの微粒子により、視程が低下している状態も指す。歴史的経緯からスモッグは2種類に分けられる。一つは、媒煙、すすや硫黄酸化物を主体とし黒色系で霧を伴うもので、黒いスモッグあるいはロンドン型スモッグという。もう一つは、光化学オキシダントや硫黄酸化物を主体とし白色系で霧を伴わないもので、白いスモッグあるいはロサンゼルス型スモッグという。ロンドンの市街地では、産業革命の前から石炭を燃やした際に出る煙による大気の汚れが問題となっていた。19世紀に入ると死者数が発表されるなど深刻さを増していた。ロンドンはイギリス国内でも霧が多いことが知られているが、この霧と煙の微粒子が混じったものが滞留する汚染が発生、呼吸器疾患などの健康被害が発生していた。1905年にスモッグの語が登場。この用語はロンドンだけではなく、世界各地の都市などで発生していた煙と霧の混じった汚染された大気に対して用いられるようになった。後に霧を伴わないスモッグが登場したことから、この種のスモッグは黒いスモッグあるいはロンドン型スモッグと呼ぶようになった。この種のスモッグで最大の被害を出したのはロンドンスモッグ事件である。1952年12月、ロンドンで二酸化硫黄、亜硫酸ガスを多く含んだ濃いスモッグが5日間にわたって停滞。死者は4000人に達した。さらに、冬の期間全体では1万人以上に達した。これを教訓として行政は本格的な規制を開始、1954年にロンドン市会で初めて媒煙の排出規制を盛り込んだ条例を制定。1956年にはイギリス国会で大気浄化法を制定している。黒いスモッグは単に媒煙と霧が混合したものではない。媒煙に含まれる二酸化硫黄、亜硫酸ガスは大気中で変化を起こして硫酸塩の微粒子となる。湿度の高い大気中では、硫酸塩は凝結核となって吸湿、酸化し、硫酸ミストと呼ばれる水滴を形成する。黒いスモッグの霧の水滴には、この硫酸ミストが多く含まれていると考えられている。さらに、硫酸塩は他の微粒子と凝集して、硫酸塩を含んだ微粒子となる。これらの多くは、肺の奥にまで到達する大きさの粒子状物質であり、呼吸障害などを引き起こして、急性の健康被害の原因とな。ロンドンスモッグのような大規模な黒いスモッグの被害も、この硫酸塩生成物が大きく関わっていたと考えられている。先進国では20世紀中盤から燃料が石炭中心から石油中心に切り替わったことに伴い、媒煙の排出量が減少し、黒いスモッグは減少していった。しかし、二酸化硫黄の排出量は目立って削減されず、この後、白いスモッグが深刻化することになる。日本では19世紀終盤に工業化に伴い、媒煙の排出が増えて、問題となり始めた。黒いスモッグは1950年代から1960年代にピークとなった。観測データ上は、例えば東京では濃塩霧、当時は汚染物質の観測がされていなかったことから、塩霧の日数を用いたの日数は1959年、昭和34年をピークに減少しているほか、神奈川県川崎では1961年、昭和36年に塩化梅ジンの量がピークに達している一方、二酸化硫黄の濃度が急激に上昇している。こうして黒いスモッグから白いスモッグに変わった。1940年代から自動車の排気ガスの増加に伴い、従来の黒色のスモッグとは異なる白色のスモッグが現れるようになった。アメリカ・ロサンゼルスでは1944年頃から発生し始め、目、鼻、気道への刺激を特徴としていた。後にガソリンの原料である石油に多く含まれる硫黄分に由来する硫黄酸化物、排気に含まれる窒素酸化物と炭化水素が太陽、光柱の紫外線を受けて反応して生成される光化学オキシダントの2つがその主成分であることが分かった。従来のスモッグは梅塩を主体としきりを伴っていたが、このスモッグは晴れた日の昼間に発生しきりを伴わなかったのが特徴で、従来のものと区別して白いスモッグ、光化学スモッグ、また初めて大規模な発生が報告されたロサンゼルスの名を取ってロサンゼルス型スモッグと呼ぶようになった。光化学スモッグは光化学オキシダントと呼ばれるオゾンやアルデヒド類といった気体成分と排気ガス中の硫黄酸化物や窒素酸化物に由来する硝酸塩や硫酸塩といった固体微粒子からな。先進国では1970年代から法規制により脱硫装置が普及し硫黄酸化物の排出量が減少。大気中の二酸化硫黄濃度は1990年代までに多くの国でピーク時の6分の1程度まで低下している。一方で窒素酸化物の濃度は多くの国で未だ大きな低下は見られていない。白いスモッグ、光化学スモッグは硫黄酸化物の割合が低下して名の通り光化学オキシダントが主体となっている。日本では1970年昭和45年7月18日に東京杉並区などで発生した光化学スモッグが報道されて以来広く知られるようになった。国内の光化学スモッグ注意報などの発表を述べ、日数は1973年、昭和48年に300日以上のピークに達している。1984年、昭和54年には100日以下に減少したが、その後再び100から200日前後に増加し、2000年や2007年には200日を超えるなど21世紀に入っても多く発生している。日本では、各都道府県及び北九州市が高濃度の大気汚染時に大気汚染注意報を発表する。また、光化学スモッグに関しては、翌日に発生が予想される場合は、全国、日本国内全域を対象に、全般すぐ気象情報を、当日に発生が予想される場合は、各地方を対象に、スモッグ気象情報を、それぞれ気象庁が発表する。沿岸地域に汚染源があると、主に昼過ぎから夜にかけて、海風が内陸に侵入していくとき、高濃度汚染の空気の塊が、海風の前面、海風前線面に捕捉されることがある。その部分をスモッグ前線という、関東平野や大阪平野の海風によく見られる現象である。光化学スモッグの場合、原因物質から、光化学オキシダントが生成されるまで時間がかかるため、沿岸部では発生源が高濃度になることはむしろ少なく、内陸の方で高濃度が観測されることが多い。光化学オキシダントやオゾンの都市平均値も沿岸より内陸の方が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。